マイク・トラウトは24日、エンゼルス対オリオールズの1戦で1番センターで出場することとなった。かつてはアンソニー・レンドン選手が務めていた打順になるが、先日負傷で IL したため、不調のトラウトが代わりに入ることとなった。5連敗が決まった23日の試合後には、ここ1、2週間、打席では調子がいい時と悪い時があった。言い訳はしない。切り抜けないといけない、と、責任を正面から受け止めている。実に興味深いトラウトがリードオフマンとなるのは2028-20以来だからね。トラウト1番なんだ、面白い。面白い打順、トラウト選手は足も速いからいいかも。トラウト足速いの知ってたけど本当速いしな。で年齢重ねても落ちてないのがすごい。ボード佐野さんの間にシャヌエル挟むのか。リードオフにトラウトとはまた思い切ったな。とにかくこの連敗中はずっと悔しくてろくな精神状態じゃないから勝ってくれー。まだ4月だが打率236まで下がってきて調子が下降気味だね。5連敗だがチームは惜敗が多く、打線がもっと打ってれば勝てた試合もあったし、ここ数年は途中で息切れするんだよね。途中で打てなくなり休養。しかも今は相手はトラウトを集中的に対処研究すればいいからすぐ攻略されるし、一人に集中して対戦されてるからそりゃ打てなくなるよ。トラウトだって苦しんでるよ。エンゼルスはちょっと目を離すとすぐ負けるな。